あれかな、あれですね、何も見えないけど、これが今回僕がご紹介したい世界初のバスでございます。趣味は N21、30分発です。今日は北斗駅まで来ました。さて、電気バスがずっと走っていくようなバス停に来たんですけど、そこに止まってるのは N62 というナイトの N を取ったバスですね。時刻は0時回って0時20分というわけで、皆さんこんにちは。今回の動画では韓国で乗ったバスについてご紹介していきたいと思います。今回乗るバスはシムニャ A21 という新しいバスなんですが、こちらなんと世界一のバスらしいですよね。その世界一が何かということについて今回は見ていきたいと思います。はるばる日本からやってきたこちらの韓国の地で世界一のバス、そちらはね本当にすごかったんで、今回の動画で皆さんにもぜひ共有できたらなと思います。乗車すると早速シートベルトをつけてくださいという案内とともにすぐに出発しだしました。こちらはトンデモンという場所まで行きます。だいたい30分から40分をかけて終点まで自動運転で走ってくれるんですね。そうです、今回僕が乗車しているバスは世界初の自動運転公道を走るバスということになります。詳細についてはまた動画の中で話すんですが、ぜひ皆さんにこの自動運転のバスについて味わっていただきたいと思いまして、この動画を作っております。では皆さんに自動運転バスの旅をお楽しみいただきましょう。実際には自動運転がなされているらしく、あちらこちらにモニターがあって、これ毎日やってるそうです。ちょっとブレーキが気になるので、ちょっとシートブレーキをしなきゃいけなくなってます。多分これで信号を検知してるのかな。70、すごい、これも自動運転ゆえなんですね。ちょっとブレーキがやっぱ機械的なところはありますけど、それでもやっぱ自動車で世界で初めてレベル3の自動運転をしています。だいたい最高速でも40キロぐらいしか出さないですね、この区間は。これも次の信号、青信号が24、3秒後ぐらいに青信号じゃなくなるというのを示しているんでしょうか。ただやっぱり加減速が若干多いなっていうのは気になりますよね。おそらく対向車に間違って反応したりとか、そういうセンサーの問題もあるのでしょうか。また右側から追い越してくる車が接近しすぎたりすると、一旦ブレーキを自動でかけるみたいなセンサーの影響でちょっとだけ乗り心地が悪いんですが、それ以外は何とも言えない普通のバスとあまり変わらない乗り心地です。そこのバス停に泊まるようですけど、うまいこと泊まれるかって言われたら微妙ですよね。公園に来たらちょっとブレーキがね、最後の1キロぐらいの時ガクッと止まる。まあこればっかりはちょっとね難しいですよね。しかしこのバスのハンドル巻きには目を見張るものがあります。今を抜かしていたタクシーに反応したのかな、センサーが。ちょっとブレーキかかりましたけど、やっぱり左カーブになると右側から抜かしてくる車に反応してしまうのはもしかしたらあるのかもしれないです。前の画面を見てみると、南西線道路でどこをこれから走っていくのかっていうのは、もうなんかテスラみたいですよね。自動的にちゃんと走っています。うまいことで合ってます。一応ね、もう一
水のね、補助的な係員さんがずっと機械モニターを見ながら何かをしてらっしゃるんですけども、何をしてるのかちょっとわかんないです。時刻はもうすぐ1時を回ろうとしてる頃です。この学校のバスすごいな。一回こういう誤作動もあるみたいなんで、やっぱり人間が見てないですね。今赤信号になったのに発進したので、今自動運転をオフにして止まってる状態です。やっぱり自動運転、完全自動運転といっても何か緊急のことがあると危ないので運転手さんを乗せて、今のようにもう何を話してるのか分かんないですけど、今やばかったねみたいな感じで会話してました。これはもうね、自動運転オンになるのかな。まだなかなか見ない経験なのかもしれません。あ、今自動になりましたね。あの紫色になってるオンって書いてあるときは自動運転モードになっているようです。まあ、運転手がシブレーキを踏みましたけども、あれですね、僕もさっき運転席、まあ、あの動画にも映ってると思うんですけど、信号が今赤に、黄色から赤になろうとしたのに黄色ぐらいで、あの日本人でもよくやりますけど黄色信号いけるやろみたいな感じで急加速しだしたんで、まあ、なんかシステムが組み込んであるんでしょうね。黄色だったらこのスピードなら行っちゃえみたいな。で多分それがちょっと反応の範囲がちょっと悪くて急加速しちゃって赤信号を突っ切ろうとしてしまったみたいです。すごいですね。一応このバスに僕は命を預けてるわけですからヒヤヒヤしてますけども、2024年から始まったこのサービスですけども、世界では初めてのレベル3の無人運転ということで、もうね、早く乗りたかったんですね、これ。また目切り発車しますよ。残り3秒、2秒。青になる直前ぐらいにブレーキが緩むんですよね。まあ、いいのか悪いのかわからないですけど、一応ね、いろいろセンサーはついてるはずなんですけどね。ちょうど時刻は1時を回りました。今日は早く寝てね、明日の朝ちょっと成田空港まで行かなきゃいけない用事があるんで、そろそろね、行きたいんですけども、この自動運転バスには乗りたかったので、これね、深夜だけなんですよね。深夜だけの運転ですので、23時30分が初便で、そこから夜中試験的に今走ってる状況です。しかもこれ運賃がね、無料なんですよ。ですからぜひとも皆さん、あの韓国にいらして夜暇だという方はぜひともぜひともこれに乗っていただきたいですね。もう本当に通話体験してほしいバスの一つです。もうね、高速域で走ってる時、ね、30キロぐらいだったら結構滑らかに走ってくれるんですけど、やっぱりね、10キロとかね、より下がってくるとブレーキの効きがやっぱり機械的になってきますね。ここは左に曲がる信号。このバスは一応左に行くんですが、このカーブはね、結構慎重に曲がっていくようです。右側から来た車に接触しないようというのもあるのでしょうか。でも自動運転でこうやってカーブがスムーズにできるハンドルさばきはすごいとは思うんですけどね。33キロ。まだね、最高速がね、35キロなんで、それよりも速く走ってるのはまだ見てないです。おそらくなんですが、バスを止めるという判断、バスを発車させるという判断、それから扉を開ける、閉めるの判断はおそらく運転手さんがやってると思います。ですが、そのテーブル上のお客さんを降ろす、乗せる以外での判断というのは全部自動運転に任せてるんだと思いますね。そう考えると非常に面白い。すごいですね。これもセンサー、可視光線だけじゃ危ないですから、きっとレーダーやいろんな赤外線センサー、いろんなものを用いて
このバス走ってると思うんですけど、このようにしてちゃんと走行レーンを走ってるのがめちゃくちゃすごいです。テスラが自動運転みたいな感じですね。それぐらいの凄さを感じてしまいます。もうじきすると終点のトンデモン駅に近づいてまいります。しかもこれ今試験的な運用ということで、バスの運賃が無料ですので、深夜に出かけて帰る際、この通り沿いであれば、皆さんミョンドンとかはねちょっと距離が離れてる場所にはなりますけど、この通り沿いであれば乗ることができます。さて、いよいよ終点トンデモンの最後の区間に入ってきます。とりあえず終点に着いたら、あ、電気消えた、すげえ。もうここまで来てお客さんを降ろしたら手動運転になるのかもしれないです、単純に回送扱いにしてるだけなのかもしれないですけども、全体的にかっこいいですよね。現代製のエレクトリックバス、世界初レベル3の無人自動運転バス。まあ今のところ運転手さんとかがいますけど、てかいないとやばかったよね今日。いない状態で入れたら本当に人件費不足とかがなくなっていいのかもしれないです。時刻はもう1時23分になろうとしてるところ、この辺で動画を終わりたいと思います。今日は世界初自動運転バス、シムニャ A21 という韓国のバスのご紹介いたしました。これからもね、日本でもねどんどんこういうのやっていくらしいんですけども、韓国が先駆けということで、また見たいなと思っております。普通のバスもねいいですけど、まだこんな深夜なのにたくさんのバスが走るわけですよ。これからね、僕がホテルまで帰らなきゃいけないんですけどね。これ、このバス専用レーンの方はこうやってなんかバスの絵柄が書いてあるんですね、信号に。面白いです。よし、じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら、バイバイ。